ハロー、こんにちは、ゆうきです。今回は先日泊まった三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアさんの Vlog を紹介します。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。自分なりに軽く部屋紹介していきます。26階の、お部屋になります。ホカンスしに来たんだよね。ホカンスって何ですか？ホテルバカンス。特になんか今日が記念日というわけではないんだけど、なんかね、ホテル泊まりたいねって言って。キングベッド。手洗いは自動で電気が、まあ、シンプルでおしゃれな、はい、お手洗いですね。ガラス張りのお部屋ですね。お部屋、あ、お風呂。これはあの、いいシャワー、海外のよく見るヘッドシャワーっていうの、なんていうのこれ、わかんないけど、天井から。ヘッドシャワーって何それ？シャワーヘッドって言いたい、もしかして。頭に当たるシャワーだから。違うから。まあ、あの、上から降ってくるタイプと、シャワーヘッドが大きいタイプのやつですね。お風呂はこんな感じ。おしゃれなお水、三井ガーデンさんが多分用意してくださってるお水ですね。オープン。はい。今はね、夜で夜景な感じだけど、多分また昼間になったら昼間になったで、あれベイブリッジ見えてるよね。ベイブリッジギリ見えてるよね。まあお部屋はざっとこんな感じになっております。僕の楽しみはプールがあるんですよ。年明け早々ちょっとプールに入りたいなと思って、今日はそれが一番の楽しみで個人的にはやってきました。なので早速プール行こう。夜でもプール入れるみたいなんで、うん、プールた食べたんじゃない、間違えた、ご飯のことばっか言われる。プール行った後にご飯食べよっか。ご飯は今回はね、ちょっと、まあ、モーニングはホテルの用意してくださったモーニング食べるんですけれども、夜はちょっとね外で食べようかなと思ってるんで。というわけでプール行こう。はい、水着に着替えました。今からプール行ってきます。水着はこんな感じ。行ってきます。プール貸し切り状態になってます。いいね。あ、気持ちいい。なんなんそれ。ナイプール以外にも今これ屋外でちょっとねあったかめなジャグジーバスがあって、寒すぎて出れません。でも本当にね、夜景とかめちゃくちゃ綺麗です。今回は冬だけど夏とかね、あったかい時に来てもすごい楽しめるホテルなんじゃないかなって思います。いや、マジで気持ちいい。明日の朝食いただく、めっちゃ綺麗、ビュッフェなお店ですね。ビュッフェかは知らん。ビュッフェか、エボルタさんってことかな。腹減った、マジで腹減った。マジで何食べるかどうしようね。ランドマークプラザに来ました。ここでご飯を食べたいと。ゴエモンやっぱいいよな。ゴエモン大好き。迷うな。一旦見て回ろう。ランドマークシティ、結構穴場なんですよ。人もいないし、ここはめっちゃ景色が良くて、ランチで安いね。ランチね、ゆず醤油した。じゃあゆず塩にしようかな。うん、多分 おすすめはそうなんです。結構あるよ、いろいろ探した結果、ラーメン屋さんのアフリさんに食べてきました。初めて食べるんで楽しみです。いただきます。いただきます。いや、絶対うまいわ。うまっ、うまっ。はい、一緒にごちそうさまでした。2杯も食べたね。うん、おいしい。
チャーシュー丼みたいなのめっちゃ美味しかった。じゃあホテル戻ります。引きこもるよ。引きこもろ。あ、じゃあ俺はあれだ、牛、あのスモークタン。ラーメン食べたのにラーメン食べようとしてる。おいやだよ。おいや。1個。うん。それ好きなんやろ。これうまいんだよ。おすすめ。はい、というわけで、今部屋に戻ってきて、部屋に戻ってくる前にドーン、ローソンさんで引きこもり用食品を買ってきました。パッパッパッとちょっと軽く何を買ったかだけ紹介していきたいと思います。はい、まずこれお水、普通のお水。これはもう自分たちで飲む用もそうだし、あとこの後まあ軽く紹介するカップ麺とかにも使うお水。さっきのお水とかでも使う、このね、やっぱりカップ麺はね、このシーフードでしょ。シーフードヌードル、これはうまいよ。あとこれはもう彩香のねスーパードライ。はい、あとこれね、ローソンさんといったらもうこれでしょ、唐揚げくん、レギュラー。これはちなみにレギュラーね、ノーマルの唐揚げくん。あとこれは彩香のコーラ、ミニコーラと、俺はこれ最近ハマってる京都レモネードっていう、あの、まあ、普通のレモネード、でもうまい、めちゃくちゃうまいレモネード。結構買ってんな俺。何も、あとはこれ俺もっていうか俺が好きなこれスモークタン、これめちゃくちゃうまい。まあこれは別にローソンさんに限らずに、どこのコンビニでも行けて、どのコンビニでも好きなメニュー俺は。でこれ彩香はさっきのスーパードライのおつまみ、酒でチーズ、何味、スモーク味、これもスモークじゃん。あとはもうお菓子、これはアウターが好きだから買ったじゃがりこ、L サイズのじゃがりこ、これももう定番のお菓子だね。でこれは俺が好きなアミジャガっていうお菓子、これめちゃくちゃ美味しい、おすすめ。知ってるかみんな、このサイズもね、あんまり売ってそうで売ってないからね、買いました。最後あんまん、普段は肉まん、豚まん食べんだけど、今日はなぜかあんまんが食べたくてあんまん買いました。なんでこの買ったね、たくさん買ったけど思ったより、これを食べながら、なんていうの、ホテパ、ホカンス、ホカンス、ホテルバカンス、ホカンスを楽しみたいと思います。日本のビールで今一番人気なのが、食べたいんだ俺これ、このアサヒのスーパードライのビールなんですけども、これ開けると泡がね、ちょっと待ってね、お先に、あんま、ちょっと見えますか、ほらほら泡がすごいの、これこれこれ、ちょっとこれやばいやばいやばい、見える？これが今日本ですごく人気のビールです。人気です。じゃん、泡が立ちます。乾杯しようとか言って、乾杯、自分の先飲みやがった。ウェイ、いつもウェイって言ってくる、本当に嫌なのそれ。うまうまいわ。これ日本で人気のチーズなんですけど、これ何がすごいかって、裂けるチーズって言って、これをこうやって少しずつ食べるのが日本人は好きです。あと日本の女性はこれダイエット中にめっちゃよく食べてるイメージあるな、うん、飲む人はね好きかもね、子供のやつとかでも、うんうん、これが一番好きや、今日のおつまみとしては。これはもうね、多分誰もが好きなんじゃないかな、嫌いな人いないんじゃない、これ。
と口サイズやな。あ、うまいやいいわ。この後も夜楽しみたいと思います。おはようございます。ただいま朝の7時を過ぎたぐらい、完全に寝起きです。今からお腹が空いたのでモーニング行きたいと思います。いや行ってきます。すごい、いろいろある、うまそう。すごい、取りすぎかな。ね、すごい、ここ神奈川のさ、神奈川県産がめっちゃやっぱさ、はい、マジで、うまそう。ちょっと取りすぎな気もしますが、まあいいでしょう。カレー食べる気満々で作るの。はい、モーニングのねビュッフェあるある、取りすぎでも俺はこんぐらい食べるんで、いただきます。はい、今チェックアウトしました。本当にね、なんかゆっくりできて、とてもとても楽しかったです。しかもね、ちょっとほら景色めちゃくちゃいいし、またぜひ行きたいなと思います。またこんな感じで、また来よう、保管寿司に、うん、届けられたらいいなと思うんで、また見てください。チャンネル登録お願いします。海外の方もぜひこの動画利用して三井ガーデンホテルさん泊まってみてください。これも言いたかった、びっくりしたのが、従業員の皆さんがとても接客素晴らしかった。とても親切で、うん、とてもよかった。なんで本当に海外の方にもおすすめなホテルでした。はい、では帰ります。バイバイ。